は今回の市議会で、自民党の方から意見書が出されました。これ緊急事態条項を国会審議進めるべきじゃないか、ありがとうございます、そんなような意見書が提出をされましてですね、皆さん、いやいくらなんでもその理由がですね、コロナがあったから、そのために憲法がやっぱりまずかったから、その憲法を変えようじゃないか、で緊急事態の条項を作ろうじゃないか、こんな趣旨の意見書が自民党から提案されたんです。で私はちょっと待ってくれと、そもそも憲法が問題だったんじゃなくてですね、コロナ禍で政府の初動の対応の遅れだとか、あるいは支援の内容があまりにも不足していたから、国民の皆さんみんな怒ったわけじゃないですか。だから憲法の問題じゃないんだと。そしてこの火事場泥棒的にですね、この緊急事態条項どういうことかっていうと、かつて のヒトラーの時代、憲法をですね、これ緊急事態発令して独裁に道を開いた。だから日本国憲法、今はこの反省のもとに緊急事態条項ってのは入れないで作ったんです、そういう背景がある中で、とにかくですね、もう憲法を改正するためだけにこう血眼になってる、こんな政府与党、これでいいのかということが私ども本質的に問われるということで、今回私がですね、反対討論を行ったんですけども、その中でただ立憲民主、あと市民ネット、そして日本共産党とですね、21人のグループが反対するというですね、大きな動きにもつながっていきました。最終的には数の力で押し切られたんですけれども、やっぱり皆さん、これ本当にね、もう憲法をね、生かしていくっていう政治、だって26条だって無償化言われてるじゃないですか。それなのに学校の教材費取ったり給食費取ったり大変な思いしてる皆さん、これ本当に憲法を生かす政治を実現をしていく、その最も大きな力になるのが我々日本共産党だと、日本共産党の1議席がどうしても必要なんだということをですね、最後に私からも訴えをさせていただきたい。で、斉藤和子さんはそれこそ特別支援学校、もう足りなくて大変だった時に国会で取り上げていただいたんですよ。そしたらね、これ改善がされ始めて、であと児童相談所の職員も足りなくなってですね、もうそこも増やせという国会質問で職員を増やしていただいた。もう本当に元衆議院議員として40数回これ国会で質問をしていただいて、大きな成果を勝ち取っていただいた。どうしてもね、今回の選挙でこの千葉県から斉藤和子さんをどうか皆様のお力添えで国会に押し上げていただきたいということを重ねてお願いを申し上げまして、私地元市会議員浜沢洋平からのお訴えとさせていただきたいと思います。どうか皆さんよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。